ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。前回からの続き。天体の観察記録からブラーエが導き出した答えは、地球が宇宙の中心ではあるが、地球の周りを太陽、月が回り、一部の惑星は太陽の周りを回る、という説を唱えました。あくまでも、世界は地球を中心に回っている。しかし、ケプラーは納得がいかない。地球が宇宙の中心である。とは全く反対の考え方の、コペルニクスが提唱する、太陽の周りを地球や、その他の惑星が回る、地動説、も検討してみてはどうかと考えた。コペルニクスの説は、地球や惑星は太陽の周りを回っている。1、惑星は完全は円を描いて軌道運動をする。2、惑星は一定の速度で運動する。3、惑星は円を描いて軌道運動の中心には、太陽がある。しかし、ケプラーが天体の観察記録から、コペルニクスの考えをもとに計算をしてみても、観察記録と一致しません。うむ、困った。宇宙は、どんな法則で動いているんだろう。そして1601年に、恩師であるブラーエが亡くなります。ケプラーは、恩師であるブラーエの遺志を、引き継ぎ天体の研究に挑みました。ケプラーは、膨大な天体の観察記録の中から、火星の研究に、研究対象を絞り込みます。最も観察記録があり、火星の運動法則が分かれば、宇宙の法則の手がかりになると考えたのです。1602年、1603年、1604年、1605年、月日は流れる。次回は、いよいよケプラーが、宇宙の法則を発見する瞬間をご案内します。